ヒップリー・グロスは、アメリカ合衆国、ネブラスカ州、スコッツブラフ出身の元プロ野球選手。1986年の MLB ドラフト4巡目で、ニューヨークメッツから指名され入団。1989年12月、ジョン・フランコとマイナー選手1名との交換トレードで、ランディ・マイヤーズと共にシンシナティレッツに移籍した。1990年に、メジャー初登板。 1991年には6勝を挙げ、キャリア唯一の関東勝利も記録している。1992年からは、ロサンゼルスドジャースでプレー。1994年、開幕早々に解雇となったフランク・カンポスの代わりに、シーズン途中に、日本ハムファイターズに入団。同年5月26日の千葉ロッテマリーンズ戦で、初登板、6月14日の福岡。 大英ホークス戦で初勝利。この年は6勝12敗、防御率4.29と振るわなかったが、14日での当番の多さや関東能力を評価され残留となった。1995年のオープン戦で、同年からロッテに加入した元チームメイトのエリック・ヒルマンと再会し、その時にチェンジアップの握りを教わると、その結果成績が向上し、16勝を挙げ、 パリーグ最多勝利のタイトルを獲得した。なお13敗はこの年のリーグ最多敗戦であり、最多勝ちと最多敗戦の同時記録は1981年の今井裕太郎以来で外国人としては初の記録であった。翌1996年も17勝を挙げ、2年連続でパリーグ最多勝利のタイトルを獲得。防御率も三点台で安定し、 当時のパリーグを代表する投手となった。またこの年のオールスターゲームに出場し、第一戦で勝利投手となっている。オールスターにはヒルマンも出場し、グランド整備の時のパフォーマンスタイムでは二人もパフォーマンスに参加した。1997年にも13勝を挙げ、3年連続2桁勝利に到達した。1995年に近鉄バファローズから移籍してきた。 山下和彦との相性が良く、1996年はグロスの先発時には、ほぼ山下がマスクをかぶっていた。1998年、シーズン前に故障のため一時帰国し手術。その後チームに戻って終盤に参照をあげたが、シーズン終了後に解雇された。その後は1999年に、 ボストン・レッドソックスでメジャー復帰を果たし2001年限りで現役を引退した。現役引退後は2010年に独立リーグゴールデンベースボールリーグのビクトリア・シールズで監督を務めた。日本ハム在籍当時は一郎が所属していたこともあり、オリックス・ブルーウェーブ戦に滅亡弱く、チームのエースにもかかわらず対オリックス霊勝のシーズンもあった。ありがとうございます。